日本徳島県小松島市、中田町中田園町は、徳島県小松島市の町名。2021年12月末現在の人口は3368人、世帯数は1710世帯。郵便番号は、郵便番号773-0015。小松島市の北部に位置する。日峰山地の南六一帯の芝市、北は日、峰山地を境として、 徳島市に接し、東は小松島湾に臨み、小松島町北浜、元根に接続する。南は旧国鉄小松島線を境として、小松島町に、また南西は徳島県道1 2十号徳島小松島線を境に中郷町に接している。さらに西は新堀川の上流をもって枝町に相対している。中央部を 徳島県道17号小松島港線が東西に走って小松島港と結び、旧国道55号が南端を東西に通過して市街地を形成、商業地域となっている。もともとは農業及び漁業地であったが、戦後宅地化が急速に進んで、ほとんど市街地となり、その間に農家が点在している。千代小学校から見た日の山中田村は、江戸期から、 町村制の施行された1889年にかけて、勝浦郡に存在した村。徳島半領江戸初期、八塚家政が、阿波国に入って、徳島城下建設が行われると、地内には、別邸が造営された。官営年間を中心として、神殿開発が急速に行われ、助江町として、小松島村が形成されたことも、 当村の開発を推進することとなった。明治4年に徳島県、同年に名東県、明治9年に高知県を経て、明治13年に再び徳島県に所属。中田は明治22年から昭和32年にかけて存在した大技な。はじめ小松島村、明治40年より小松島町、昭和26年からは、 小松島市の大技となった。明治後期に小松島港が開始されると、当地の様相は一変し、工事の土砂で新たや池などの埋め立てが進んだ。大正2年に徳島小松島間に鉄道が開通し、明治3年に千歳橋が加境されるなどに、伴い市街化されていった。昭和32年より現在の町名となる。昭和34年に、 徳島県立日野峰学園を開校。平成14年に小松島関十字看護専門学校が閉校日峰神社小松島市立千代小学校。ありがとうございます。